私誘導員をかわしました。2番手3番の梶原、その後ろ9番のほどつか、前に上がってきた7番の山田、残り600の鐘、7番の山田が前に上がって4番の原岡を抑えていきます。原岡は中段4番手をキープ。4コーナーからホームストレッチ、間もなく残りが1周です。さあ後ろを見ている7番の山田、2番手には2番の北沢、3番手8番の佐久間で、4番手には4番の原岡、さあ1番の内田は7番手、まだ前に行けないか。バックストレッチ縦1列です。さあ4番手から4番の原岡がまくっていこうという体勢、バックストレッチ、2番の北沢の横を通過、7番の山田に並んできた4番の原岡、山田も懸命に抵抗するが原岡が前に出る。4コーナーから直線、原岡先頭、追ってくるのは3番の梶原、3番の梶原抜け出したゴールイン、2着4番の原岡です。